寝つきが悪くてなかなか寝てくれないんです。何かいい寝かしつけ方はありますか？保育園だと、午前中しっかり遊んだりご飯を食べたりということで、生活リズムを整えていく中でお昼寝のに向かう気持ちも大事にしているんですが、寝る前にあんまり興奮させないように、静かに絵本を読んだりお話を読んだりしてお昼寝の時間を迎えています。あとやっぱ寝つきの悪いお子さんは足をマッサージしてあげたり体をマッサージしてあげて緊張が取れてくると、こうし気持ちよく寝れるお子さんも多いです。で、足が冷たいとお昼寝なかなか寝つけないので、あんまり足が冷たいお子さんとかには足をマッサージしてあげたり、足浴っていうんですけど足を温めてあげたりしてこう寝れる環境を整えています。